ここは塔の外に出たみたいね。おい、シルク。うん、間違いない。ここが僕の見た場所だ。メリアか。父上。これは父上。よく来たな、モナドを継ぎし者よ。あなたは。でけえ。まさか。そうだ、太古に滅んだと言われる巨人族、ヒソはこれを封じていたのだよ。我が名はザンザ。我はここでそなたを待っていた。待っていただと？そなたはヒソによってここに封じられたのではないのか。モナドは我が打ち鍛えし剣、我の写し身、それを振るう者のことは手に取るようにわかる。このモナドはあなたが。そうだ、鬼神界に降するため神の剣として遥か昔に我が作ったものだ。だけどなんでこんな残酷な目に。モナドとはこの世界を構成する断り、根源元素、エーテルを自在に操る剣。断りを操ることで物は断たれ、力は増幅される。そなたも見てきたはずだ、その剣が起こす様々な現象を。我はかつてその剣を振るい、巨神と共に戦い、鬼神を打ち倒したのだよ。あんたがあの鬼神をぶっ倒したってのか、こんなちっさい剣で。その姿形は幻影、使う者の意志一つでモナドの姿はいかようにも変化する。要はそのうちにあるもの、その力、そしてその強大すぎる力ゆえ、それを恐れた古代のハイエンターによって我は封じられた。バカな、始祖たちがそのような理由で。人とは概してそのようなものだ。我がここにこうしているのがその証。学ばれよ、新たなるハイエンターの指導者よ。モナドは本来巨神が持つべき剣、鬼神に対抗できる唯一の力。使い手の成長とともに全ての断りを断つ力を秘めている。だがそれで全てが解放されるわけではない。モナドには枷をかけているのだ。枷？ある特定のものは立てなくしてある。特定のもの？そう、その枷を知っていたからこそ奴らはモナドでも切れぬ鬼神兵、顔つきを生み出したのだよ。
どこがこの力の中心だ。あいつらは、そうか、もう来やがったってか。抜け目はねえよな。だがよ見つけたぜ。どんだけ防備を固めたところでこいつは防ぐまいな。あザンザさんとやらいよ。モナドは人を斬ることができない。それが枷なんですか？それと顔つきとに何の関係があるのですか？それを己が目で確かめるのだ。さあそのモナドで我をこの枷から解放するがよい。そしてモナドを差し出すのだ。我ここに全ての枷を解かん。さすればモナドはあらゆるものを断つ剣となるであろう。立てぬものはただ神のみ。よせシルク。メリオ、なぜ？気にかかるのだ。始祖たちが何故このものをここに封じたのかが。だけど僕たちにはもっと力が必要なんだ。それは君だって同じだろ。そうだが、それはそうなのだが。ちょっと待てよ。こいつはただ枷とやらを解いてくれるだけなんだろ。だったら迷うことはねえって。だがメリア、分かってほしい。僕にはやらなきゃならないことがある。鬼神兵を倒すんだ。シュルクよ、我は強制しない。代償も求めない。選ぶのはそなただ。僕は継ぎし者よ、その意志しかと受け止めた。今こそ枷を解き放とう。させるかよ。あおお、何ジャンジャン。あてめえは黒い顔つき。さすがは名手様の槍だぜ。どうやら間に合ったみてえだな。俺たちがここに来ることを知っていたのか。ああ、雑魚が何勘違いしてやんだい。俺たちの目的はそれそこのデグヌボイよ。モナドに余計なことされちゃ面倒なんでな。やりに来たらお前らがいたってわけよなあ。白い顔つき。ザンザ、答えてください。ザンザ、聞こえているはずです。思念派か。この若者たちを生贄としてまた繰り返そうというのですか。我に話しかけてくる。お前は何者だ。そして何を知っている。ザンザ、
私はあなたと対話をするためにここに。騎士兵、僕はお前たちを許さない。待ちなさい、あなた方と戦うつもりは。お前たちはフィオルンを、フィオルンを返せ。調子に乗んじゃねえって言ったろうがよ、クズ。シュルク弱い、弱すぎるぜ。ダンガン、小娘が、メリア、ほんとモナドがねえと弱えよな、てめえらは。え、ダンバンさんよ。貴様、何者だ。なぜ俺の名を呼ぶ。わからねえのか。これでも。この技は。いや、まさかそんなはずは。ダンバン。やめなさい。その者たちは私たちの目的ではない。そろそろ引導を渡してやるぜ。いねえよ。何、やらせはせぬぞ騎士兵。陛下、ゲームは、大事ないか、メリア。はい、父上こそ。ふざけんじゃねえぜ、クソジジイが。メリア、そうよ、このたった一刺しでさ、弱すぎるぜお前らはよ。陛下、僕はまた、モナドを継ぎし者よ。ザンザ、無事だったのか。頼む、今すぐモナドの風を。我の姿は形骸、すでに風は解き放たれている。え、風はそれを振るう者の意志、振るうがよい、そなたの意のままに。倒したいと思う相手を念じ、力を解き放つのだ。ザンザ、僕らはお前たちに食われるだけの存在じゃない。ああ、モナドの形が。いけません、その力に身を委ねては。シュルク。